谷本歩美は日本の柔道家、体育学者、医学者。学位は医学博士。国際柔道連盟柔道殿堂入り。愛知県安城市出身。小松女子柔道部に所属して助監督を務めている。2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会理事。2004年アテネオリンピック。 2008年北京オリンピック柔道女子6 3ラム級金メダル獲得者。妹の谷本育美も小松女子柔道部でコーチを務める柔道家である。夫はスノーボーダーの鶴岡健太郎。鶴岡の間に西がいる。柔道は9歳の時に安城柔道教室で始めた。同時に陸上競技にも取り組んでいて、総幅飛びでは、 愛知県の大会で優勝したこともある。中学に入学したらどちらの道に進もうか、試案していたところ、父親に柔道の方が向いていると言われたことで、中学入学直前には1992年、バルセロナオリンピック 78kg 級金メダリストで、ある吉田秀彦を輩出したことで知られる大石道場に移籍して、週2回の稽古を積むことになった。 入学した安城市立篠の木中学校には、柔道部がなかったため陸上部にところ属していて、方眼投げでは安城市の大会で優勝したこともあった。ちなみに、50メートルは6秒5で走ったと述べているが、女子50メートルの日本記録が6秒47である、ことを考えるとにわかには信じがたい数字と言える。 全国中学校柔道大会には1年と2年の時に 56kg 級、3年の時には 52kg 級で出場するが、いずれも予選リーグで敗れて決勝トーナメントには進めなかった。続いて桜川岡高校に進むものの柔道部の練習は1時間半と少なく物足りなさを感じていたために、練習後は自主トレーニングを積んでいた。 全国高校選手権 63kg 級では1年の時に5位、2年の時には準決勝で埼玉栄高校の早田栄美に払い越しで敗れるが3位となった。3年の時には全日本ジュニアで3位となると、全国女子体重別では準々決勝で、筑波大学の一見理ソに大外刈りで敗れるも、敗者復活戦を勝ち上がりこちらも3位となった。 2000年3月のハンガリー国際では2位となった。4月には筑波大学に進学するとフランスジュニア国際で優勝を飾った。6月の学生優勝大会では3位だった。9月の全日本ジュニア決勝では早田北条女子方,方で逆転の一本勝ちをして優勝するが10月にナブールで開催された世界ジュニアでは 決勝で後に、修正のライバルとなるフランスのリュシデコスに合わせ技で敗れて銀メダルに終わった。11月の全国女子体重別でも決勝で住友会場の木本並に内股で敗れて2位にとどまった。なお、大学1年の時には柔道を辞めたいと思い詰めたこともあったが、大学の1年先輩である新谷緑に色々と気にかけてもらったことで立ち乗った。 2001年2月のドイツ国際で3位になると4月の体重別では大学の先輩でもある小松の一見を有効で破って世界選手権代表に選出された続いてウランバートルで開催されたアジア選手権では優勝を飾った5月に大阪で開催された東アジア大会では初戦で敗れると敗者復活戦でも敗れて5位に終わった 6月の学生優勝大会ではチームの優勝に貢献した。7月にミュンヘンで開催された世界選手権では準々決勝でスペインのサラール・アルバレスに技ありで敗れるが、その後の3位決定戦ではオーストリアのクラウディア・ハイルを総襟絞りで締め落として3位になった。10月の学生体重別では3位にとどまった。 11月には当時としては、珍しい賞金大会であるグランプリセビリアに出場すると、初戦で日本選手が10年以上もの間勝てなかった、元世界チャンピオンである韓国のテ静粛を破ると、準決勝でもデコスに勝利する活躍を見せるが、決勝ではスロベニアのウルシカ、ジョルニルに住み返しの技ありで敗れた。12月の福岡国際では、 決勝で旭川南高校の上野順へを指導で破って優勝を飾った。2002年4月の体重別決勝では三井住友会場の上野に注意で破れながらも富山はアジア大会代表に選出された。6月の学生体重別では決勝で東海大学の早田に腕勘で破れた。9月にバーゼルで開催されたワールドカップ国別団体戦では 初戦のオランダ戦のみの出場となったが一本勝ちして優勝メンバーの一員として名を連ねることになった。10月に富山で開催されたアジア大会では決勝で北朝鮮のイ・キョンスンを払い腰で破るなどオール一本勝ちで優勝を飾った。続く学生優勝大会では3位だった。12月の福岡国際では決勝で上野を一本背負い投げで破って2連覇を達成した。 2003年2月のドイツ国際では決勝でキューバのドリュリス・ゴンサレスに内股で敗れた。4月の体重別決勝では上の2、GS の末に1の2の判定で敗れながらも世界選手権代表に選出された。9月に大阪で開催された世界選手権では3回戦でチェコのダヌセズ・デンコワに開始わずか7秒の墨返しで敗れてメダルを獲得できずに終わった。 なお、大会を放映した富士テレビからは最強のキャンパスクイーンなるキャッチコピーが付けられた。この試合後、女子代表監督の吉村和夫に悔しいだろ。このままでお前は終わるつもりかここから勝ちに行くかと声をかけられたことがきっかけで吉村との強力な信頼関係が生じるようになったという。11月の行動売では決勝で 埼玉大学大学院の吉沢ほなみを有効で破って優勝を果たした。12月の福岡国際決勝では上野に GS に入ってからの効果で破れて3連覇はならなかった。2004年2月のフランス国際では3回戦でクロアチアのマリアナ・ミスコビッチに片端掘りで破れた。この際に吉村からお前、はっきり言わせてもらうけど、 次に負けたらお前の柔道人生は終わったと思え、と言われたことが、その後の試合への発奮材料となった。4月には小松に入社すると、体重別の決勝でセコムの吉沢を一本背負い投げで破るなど、オール一本に合致して、今大会3年ぶり2度目の優勝を飾った。最近の国際大会では、全般的に不調だったものの、ライバルの上野が準決勝で吉沢に、 有効で敗れたこともあって2004年、アテネオリンピック代表に選出されることになった。5月に、アルマトイで開催されたアジア選手権では、オール一本勝ちで優勝を飾った。8月のアテネオリンピックでは準決勝で、世界チャンピオンであるアルゼンチンのダニエラ・クルコエルから、袖釣り込み腰で技ありを取ると、 相手が腕を負傷したことで危険勝ちになると、決勝ではハイルを一本背負い投げの技ありから、横四方肩に抑え込んで、強技で破るなど、オール一本勝ちで、オリンピック優勝を成し遂げた。優勝した際に、コーチの小賀敏彦に抱きつく姿は、感染者に深い印象を与えた。なお、この大会では、デコスが準々決勝でクルコエルに、効果で破れたために対戦はなかった。 2005年2月のドイツ国際では決勝でデコスに有効で敗れた。4月の体重別決勝では上野西道一で敗れながらも世界選手権代表に選出された。9月にカイロで開催された世界選手権では準決勝までオール一本勝ちで勝ち進むものの決勝ではデコスに旧木等で敗れて2位に終わった。11月の行動完売では決勝で 上野に、指導音で破れた。2006年2月のドイツ国際決勝では、ジョルニ両友好で破って、優勝を飾った。4月の体重別決勝では、東海大学の平井望みを合わせ技で破るなど、オール一本勝ちして、同派アジア大会代表に選出された。6月の実業柔道団体では、チームの優勝に貢献した。9月のワールドカップ国別団体戦では、 準決勝でフランスと対戦するが、デコスに、裏投げで敗れて、チームも3位にとどまった。この試合は負けたものの、後の北京オリンピック決勝に次ぐ2番目に、やりきったといえる充実した試合だったという。12月に、ドーハで開催されたアジア大会では準決勝で、韓国のコウジェイに、休牧等で敗れて3位に終わった。続く、福岡国際では準決勝で、 中国の穴キウ梅に有効で破れるなどして5位に留まった。2007年2月のフランス国際では3位に終わった。4月の体重別では上の o エ s に入ってから小外刈りの技ありで破り世界選手権代表に選出された。5月の実業柔道団体では前年に続いてチームの優勝に貢献した。9月に リオデジャネイロで開催された世界選手権では準決勝でゴンサレスにコーカーで敗れたが3位決定戦でドイツのアナフォン、ハルニアを袖釣り込み腰で破って銅メダルを獲得した12月のカノーハイでは決勝で上野に大外刈りで敗れたこの試合で以前から負傷していた腰の具合が悪化して一時は歩くのも困難な状況になったという 2008年冬季のヨーロッパにおける国際大会には怪我のため出場しなかった。4月の体重別決勝では上野西道一で敗れながらも2008年北京オリンピック代表に選出された。女子代表監督の日影信都氏によれば、この階級の代表選考では揉めたものの、上野は国際大会において技のかけつぶれが多い傾向にあり、一本を取る。 柔道ができていないとする一方で、谷本は一本を取れる技が備わっているので、たとえポイントでリードされていてもそれを覆せるだけの決定力があり、さらに大舞台の経験が何度もあるのでその点でも信用を受けるというのが選出理由だと説明した。しかしながら、一連の代表選考大会において、ライバルの上野にに連敗して、なおかつ上野は、 国際大会でも多くの一本勝ちを収めて、好成績を残しながら、谷本の方が選出されたのは、上野にとって、極めて気の毒、あるいは、理不尽な評価とする見方もあったものの、基本的にマスコミは、同じ体重別の 48kg 級決勝で、トヨタ自動車の谷良子が、三井住友会場の山岸恵美に敗れながらも、オリンピック代表に選出されて、 物議を醸すことになった一件のみを大きく取り扱うばかりで 63kg 級における代表選考の是非に注目することはほとんどなかった。8月の北京オリンピックでは3回戦で2年前のアジア大会で敗れた高ウジを工場司法型準決勝では昨年の世界選手権で敗れたゴンサレスを横司法型で破るなど全て寝技による一本勝ちで 勝ち上がると、決勝では2001年の福岡国際で優勢勝ち、して、以降7年近く勝っていなかった因縁のデコスと対戦することになった。だが、デコスが不要意に仕掛けた、大内刈りを透かして、豪快な内股で投げ飛ばして一本勝ちでの優勝を成し遂げて、柔道史上初の五輪に大会連続オール一本勝ちによる、 金メダルを獲得したオリンピックを連覇した日本人柔道家には斎藤仁志、野村忠宏、谷良子、内柴正と上野正也がいるものの2大会連続で全ての試合で一本勝ちを収めているのは谷本ただ一人である。ちなみに世界選手権では優勝こそないがそこで勝った試合は全て一本勝ちによる勝利である。10月に東京で開催された 世界団体選手権では決勝のフランス戦のみに出場して引き分けたもののチームは優勝を飾った2009年3月のワールドカッププラハ決勝ではジョルニ両友好で破って優勝を飾ったしかしその後練習中に右膝の全十字人体を断裂したそれでも4月の体重別には出場するが決勝で上野に GS に入ってから 体落ちの技ありで破れて、2001年以来8年間も続いてきた日本代表の座を逃すことになった。その後、膝の手術をして、リハビリに取り組むことになった。2010年からは、弘前大学大学院の博士課程に進学して、スポーツ医学を学ぶ一方で、栄養士の資格を取得するため、ハットリ栄養専門学校にも入学することになった。さらに、 当初は11月の行動考えで復帰する予定もあったが、結果として8月には現役生活からの引退を決意することになった。9月に東京で開催された世界選手権終了後には全日本柔道、連盟側に引退の意思を伝えると、9月21日に記者会見を開いて正式に引退を表明した。現役引退後は、 小松女子柔道部専人コーチに就任して更新の指導に当たっている。2011年8月1日にはスノーボーターの鶴岡健太郎と結婚した。2012年には日本オリンピック委員会のスポーツ指導者海外研修制度に採用され、2013年から2年間にわたって欧州柔道研究のためフランスへ派遣されることになった。また、 2012年ロンドンオリンピックではテレビの解説を務めた。同年第1子を出産。2016年に第2子を出産。フランス滞在中は全日本女子代表チームの特別コーチも務めていたが、2015年に帰国後は正式なコーチとなった。2016年リオデジャネイロオリンピックでは所属の選手である田代未来のコーチを務めた。その後、 全日本女子のジュニア代表チームに就任した。2018年3月、博士論文、競技レベルの違いが、同一トレーニング後の身体疲労の出現に及ぼす、影響、筋一脱高措置及び免疫機能による、検討マイナスを、弘前大学大学へ提出し、同大学院医学研究科博士課程を修了。博士の学位を取得。2018年9月には、 国際柔道連盟の伝道入りを果たした。2019年9月には小松女子柔道部の助監督を退任した。年内には小松からも退社予定だという。2020年9月には日本スケート連盟の理事に就任した。組手は右組で内股、袖吊り込み腰、一本背負い投げなどを得意にしていた。筑波大学に入学後は、 寝技の練習にも力を入れてこちらも得意にしていった。子供の頃からしっかりと組むオーソドックスな柔道スタイルであったが、2001年に世界選手権代表になり、女子代表コーチである小賀敏彦の指導を受けるようになると、それまで相手に投げられまいとして低い位置で持っていた、右釣り手を高い位置に持ち帰るように指導されたことで、得意の内股や一本背負い投げの威力が増すようになり、 理想とする一本柔道により近づくようになったという。また、一本柔道を常に追求していたこともあって、柔道人生において9割は一本勝ちをしており、それは生まれついての運動神経の良さに加えて、柔道特有の努力を積み重ねた結果だとも、豪語している。ありがとうございます。